どのみち憲法を改正する、また改正しなければなりません。それは5月3日ではないと思うんです。であるならば、5月3日の憲法記念日、それが旗日である必然性はもうなくなるわけです。どのみち憲法を改正する、また改正しなければなりません。それは5月3日ではないと思うんです。であるならば、5月3日の憲法記念日、それが旗日である必然性はもうなくなるわけです。당신 그 이상이 우리 목표다.